ハニューゆずる、29歳の誕生日に感謝の声。佐賀公演生中継がファンを沸かせる。日本のフィギュアスケート界のスーパースターで五輪に連覇を誇るハニューが、7日に29歳の誕生日を迎え、ファンからの祝福の嵐に包まれました。その喜びの中で、初の単独ツアー公演、イアーラハニーアイスストーリー 2ND、RE、プレイ、ツアーの佐賀公演2日目が、 テレビ朝日の CS テレ朝チャンネル1で生中継されることが発表され、ファンたちは興奮を隠せませんでした。このニュースに対し、SNS 上では羽生結弦に関するトレンドが立ち、ファンたちの喜びの声が広がっています。29歳の誕生日、羽生結弦のファンからの祝福。羽生結弦は、世界的なフィギュアスケートのスーパースターとして知られ、その才能と華麗な演技で多くのファンを魅了しています。 12月7日、彼は29歳の誕生日を迎え、SNS 上にはファンからの祝福のメッセージが紛失しました。テレビ朝日の同日、ハブの初の単独ツアー公演、イヤーラハミーアイスストーリー 2ND、RE、ブレイ、ツアーの佐賀公演2日目を生中継することを発表し、これによってファンたちの興奮は頂点に達しました。ファンの声が広がる SNS 上、誕生日に舞い込んだこの嬉しいニュースに対し、 ツイッター上では、ハニューがトレンド入りし、ファンたちの祝福の声が相次いでいます。例えば、ハニュー選手29歳の誕生日おめでとうございます。ずっと応援させていただきます。ハブくんの誕生日に嬉しいお知らせありがとうございます。生中継とても嬉しいです。ハブくんの誕生日に嬉しいお知らせありがとうございます。佐賀公演も素晴らしいものになりますようにといった声が上がっています。 このようなファンの熱狂的なサポートが、ハニューゆずにとっては特別な誕生日になったことでしょう。彼がどれほど多くの人々に愛され、期待されているかが、SNS 上の反応からも伺えます。初の単独ツアー公演、RE ブレイツアー。誕生日の特別なプレゼントとも言える生中継の発表は、ハニューゆずの単独ツアー公演、イヤーラハニーアイスストーリー 2ND、RE ブレイツアーの一環です。 このツアーは、羽生結弦がフィギュアスケートの世界で培ってきた才能と表現力を余すことなく披露するもので、彼のファンにとっては待ちに待ったイベントとなっています。あるい、プレイは単独公演第3弾であり、振り付けを手掛けるのはなんとミキコ氏。ミキコ氏は、数々のアーティストやアスリートとのコラボレーションで知られる振付師であり、その独自の演出で舞台を盛り上げます。 サガ公演は来年1月14日にサーガーアリーナで行われ、その模様がシンエステレ朝チャンネルワンで生中継されることがファンにとっては大きな喜びとなりました。ファンの期待と興奮。羽生譲のファンにとって、彼の誕生日という日は特別な意味を持ちます。五輪に連覇を果たした彼の姿勢やパフォーマンスに魅了され、応援するファンは日増しに増加しています。彼のファンベースは国内外を問わず幅広く、 そのため、彼の活動や公演に対する期待も非常に高まっています。佐賀公演の生中継が発表されたことで、ファンたちはますます興奮のるつぼとなっています。SNS 上には、生中継とても嬉しい、佐賀公演も素晴らしい,い,いものになりますようにといったコメントが見受けられ、ファンたちの期待が高まっています。羽生譲とのコラボ、振付しみきこしの存在。羽生譲が選んだ RE、RE プレイ。 ツアーの振り付けを担当するのは、なんと振り付け師のミキコ氏です。ミキコ氏は、その独自の振り付けで数々のアーティストやアスリートたちを成功に導いてきました。羽生結弦とのコラボレーションにより、どんな素晴らしいステージが生まれるのか、ファンたちは今からワクワクしています。ミキコ氏はこれまでにも多くの有名なアーティストとのコラボレーションで、その才能を発揮してきました。その中には、パフュームやキングプリンス、 嵐など、幅広いジャンルのアーティストが含まれています。彼女の触れ付けはダンスだけでなく、スケートなどのスポーツにも合わせることができ、その幅広い表現力が羽生結弦のパフォーマンスにどのような影響を与えるかが楽しみです。羽生結弦るが29歳の誕生日を迎え、それを祝福する多くのファンの声が上がりました。特に、初の単独ツアー公演、イアーラハニーアイスストーリー 2ND、RE、ブレイ、 ツアーの佐賀公演が生中継されることが発表され、ファンたちはますます興奮の旅を高めています。振付シみきこ氏とのコラボレーションも期待され、羽生結弦のこれからの活動にますます注目が集まることでしょう。彼のファンたちは佐賀公演を通じて、彼の魅力と才能を存分に楽しむことができるでしょう。